フランクス男爵、オリバー・シューエル・フランクス OM、GCMG、KCB、CBE、DL は、イギリスの官僚、哲学者である。戦後世界の創始者の一人と言われた。フランクスは、第二次世界大戦後の英国復興に関与した。ナイトに譲されたオリバー教は、1948年から1952年まで、中米大使を務めた。彼は、 大使として、英米両国の関係を強化した。1962年5月10日、オックスフォード軍ヘディングトンのフランクス男爵として、一大貴族に除された。フランクス教は、当時の政府から重要問題の議長を務める。ようしばしば要請され、フォークランド紛争直後の報告で最も知られる。同報告は、マーガレット・サッチャー首相と彼女の政府にかけられた。 アルゼンチンの進仰の兆候を見逃したとの権威を晴らした。フランクスはブリストルグラマースクールとオックスフォード大学クイーンズカレッジで教育を受け、オックスフォード大学の研究者やウスターカレッジの学長になった。彼は道徳哲学の教育を受け、1936年から1946年にかけてグラスゴー大学の道徳哲学の教授を務めた。 1931年にバーバラ・ダナーと結婚した。彼女は3人の娘を産み、1987年に死去した。彼は大戦初期に軍事省に入り、1945年には事務次官に昇進した。戦時中、ダンケルク撤退後兵隊を復旧し、また大西洋での戦闘による損失から兵隊を復旧して名声を獲得した。戦後、 軍事省の事務次官となり、戦時と平時における中央企画管理と題する講義を行った。フランクスは自由党員であり、クレメント・アトリーの有力な支持者であった。彼はアーネスト・ベビンの賞賛を受けた。彼はウィンストン・チャーチルやネルと頻繁に会談した。母校クイーンズ・カレッジの学長を務めた後、1947年、 ジョージ・マーシャルによる援助の提案に関する欧州の会議における英国代表団を率いるようベビンから要請を受けた。彼は北大西洋条約機構設立を助け欧州経済協力機構の議長となった。また、キム・フィルビー、ガイ・バージェス、ドナルド・マクリーンを幾度も補佐役として抱えるという怪しいところがあった。1948年に 中米大使となった。着任したばかりの頃、ちょっとした恥ずかしい出来事があった。1948年にワシントンのラジオ局が米国首都に駐在する各国大使と連絡を取り、各自がクリスマスに何を最も望んだか尋ねたことがあった。フランス大使は世界平和を望むと語った。ロシア大使は帝国主義に霊属する人々すべての自由を望んだ。 フランクスは質問の意図を取り違え、こう言った。尋ねてくれてありがとう。私は箱一杯の果物の砂糖漬けが欲しい。ワシントンからイングランドに帰国した。彼は1954年から1962年までロイズ銀行の会長職にあったが、1975年まで取締役に泊まった。 また1960年から1962年までフレンズ・プロビデント社の会長を務めた。フランクスは1954年に BBC の番組リース・レクチャーズを担当した。英国と世界情勢の潮流と題する6本のシリーズ番組において彼は戦後の政治情勢を調査し変わりつつある英国と世界との政治的関係について考察した。 1960年のオックスフォード大学学長選挙ではハロルド・マクミランに肉白する時点となった。獲得票数はマクミランが1697票、フランクスが1607票であった。1964年から1965年までオックスフォード大学の調査委員会委員長を、また1965年から1984年まで、 イーストアングリア大学の学長を務めた。1982年77歳の時にフォークランド紛争へとつながる諸事賞を指揮した。オックスフォード病院連合、ウェルカムトラスト、行政問題委員会、英転調査委員会、ケネディ大統領記念委員会、ローズトラスト、ロックフェラー財団の長であった。1942年に大英帝国勲章を 1946年にバス勲章を1952年に聖マイケル聖ジョージ勲章を受賞。1978年にオックスフォードシャーの地方副長官となった。1962年にフランクス男爵として一大貴族に除され、1977年にメリット勲章を受賞。87歳で死去した。ありがとうございます。